皆さんは東京湾に浮かぶ原子力艦船で、もしも事故が起きたらどんな対応をすべきか知っていますか？2016年2月10日、横須賀市は米海軍横須賀基地に配備されている原子力空母で、国の基準値を超える放射性物質が漏れる事故が起きたことを想定した原子力災害による防災訓練を行い、警察や市の職員のほか、主に周辺地域の一部市民が参加しました。空気中に出されたものが降ってくる、上から降ってくる可能性が一番高いので、検査は頭からやっていきます。頭部断面異常なしで、頭部断面異常なしで、上半身もで、さっき入り口でももう早速質問をいただいたんですけど、これ本当にやるのか？で、本当にやるんです。何百人も何千人もいたら本当にやるの？今のところ本当にやるルールになってます。で、上半身全面異常なしで、上半身全面異常。ライガーカウンターっていうと皆さん聞いた覚えがあるかもしれないんですけど、放射性物質があるかないかを今機械で測っているんですけど、放射性物質の量が多いと結構サッサッって動かしても強く反応します。すごく量が少ないと、今向かって右側の人間が、うちの職員が手動かしてますけど、あれ結構早いんです。すごい小さい量だと早く動かすと反応しないんです。でもすごい結構な量だと、ある程度の速さで動かしても反応してくれるんで、多分本当に本番が起きた時に人数がたくさんいたら、すごく汚染されてる、放射性物質が体にくっついてる場合はそれを取り除こう、ある程度まではしょうがないやって、この機械を動かす速さを調整することで多くの人をさばいていくっていう対応になる。まあ、世の中で本番って福島第一の時にしか起きてないんで、その次起きた時にどうなるかっていうのは実はよく分かんないんだけど、まあそういうことで、今向かって左側で、ピッ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 って音がしてます。あれが放射性物質があるよっていう音なんですけど、皆さんこうやって見てるだけだと分かんないから音を出してるんですが、本番の時は音を出すなっていうふうに我々は習います。で、音が出ると私平気なの平気なのって不安に思っちゃうのと、これ何人も何人も同時にやってると、どの音が誰が出してるのかが分かんなくなっちゃうんで、ならもう自分が首から下げている機械のメーターが触れてるかどうかを見ながらやるっていうのが正しいんですけど、今日はデモンストレーションの意味を込めているので音を出して、左足裏側で、でちょっと違うところに、このピッピッピッっていうのは日常生活の中でごく微量の放射性物質って必ずあるんで、それを拾ってるんです。で、放射性物質がたくさんあるところに近づけると、もう一回やって、音の感覚ピッピッピがピピピピピピに変わるので、あれで量があるんだな、で、メーター結構振ってます。反応があった場合、私たちこれを汚染されてるって言います。放射性物質に汚染をされている。で、その汚染を取り除くことを除染って言います。福島第一の後結構有名になった言葉ですけど、汚れてるものを取る、除染、除く、汚染ですね。で、除染をするんですが、一番代表的な除染の方法は脱衣、服を脱ぐんです。服を脱いで、その服で全部放射性物質が収まってるなら、その服を、まあ申し訳ないんだけど、その服は諦めてもらって、それで、除染完了ということになります。
じゃあまず服の脱ぎ方をやりましょう。まず前ファスナー開けていただいて、はい、で服の内側を持ってください。それで半分脱ぐ形になりますよね。そしたら袖を裏側に通せると思います。そのまま裏返して抜いてください。はい、で内側を持ってそのまま片方の方も抜いてください。はい、大丈夫です。そうしましたらこれ内側の方を持ったまま丸めてください。はい、ありがとうございます。それであちらにですねビニール袋があるのでここに入れていただいて、そっと入れてください。はい、ありがとうございます。これで、はい、大丈夫。これでまず除染をしたことになるので、本当に除染されたかどうかもう一回確認します。それは先ほど反応が出た、はい、左側の裏側ですね。こちらを見ていただきます。その背中を、はい、向けていただけますか。はい、お願いします。はい、異常なしです。反応なし。はい、はい、これで。今は服だったから脱いでっていうことで済んだんですけど、例えば夏半袖で歩いてたで来た、ここを測ったらピッピッピッってやっぱり鳴る可能性がありますね。これもう素肌だからこれ以上脱げないので、この場合の除染なんですけど、なんかイメージは水道水で洗いたくなる、水で流し落とせばいいんじゃないか。ただそうするとその水が汚れてるんで、水が汚れてる水が溜まってっちゃうんで、今基本的には紙で拭き取る。私が汚れてた人だとすると、あ、じゃあここ汚れてましたね、じゃあこの紙で拭き取りましょう、でこの紙捨ててもう一回やる。で紙で拭くだけじゃダメの時に、まあ、あんまり名前大層なものなんですけど、RIO クリーナーっていうんですが、中和してくれるわけでも何でもないですけど、拭き取りやすくなるために多少水分を入れて、こうやって拭き取って、これに放射性物質をくっつけて、こっちをきれいにするっていうやり方をします。髪の毛の場合も基本的には紙とこの RIO クリーナーで拭き取り除染っていうのをやることになる。万が一こういう事態が起きた時は、たとえ夏でもなるべく長袖のすぐ脱げるようなもので、あと一番最初頭を測ったように上から降ってくるので、帽子なりフードのあるものを、着て逃げるといいっていうふうに言われています。原子力災害が起きたら自然界にはない放射性物質っていうのが噴出されます。で、その代表的なものが放射性ヨウ素というんですが、この放射性ヨウ素は放射線を出して体に害を与えるだけじゃなくて、体の中に取り込むと甲状腺にたまりやすいっていうふうに言われています。で、甲状腺にたまると何が起きるかというと、後々甲状腺の障害を起こすことがあるっていうふうに言われています。で、じゃあどうするの。この甲状腺っていうところは、まあ管っていうか、我々部屋っていうふうな説明をしてますけど、空きがあって、そこが普通に日本人が食生活をしていると、私たちひじきとか昆布とかヨウ素が入っている海藻類を食べることが日本人は多いので、だんだんとそれが埋まっていくっていうふうに言われています。でも埋まっていかない若い人や年取ってても埋まらない人がいるんで、そういう時はどうするかというと、これから配る安定用素剤っていうものを飲んで、強制的に一時的にその甲状腺の空きをなくすっていう薬
薬があるので、これを飲むと甲状腺、後々甲状腺がんとかにならない。だから1個だけ、原色災害があったらもう防ぐ方法があるんですけど、ただこれの弱点がここです。これさえ飲めば俺は放射能に対してもう万能なんだ、俺は怖くない、外行ったって平気なんだじゃなくて、ここにたまることを防ぐだけなので、あくまで放射線を体に浴びたらそれは何の役にも立たないので、ここだけ誤解のない。ただせっかく唯一守れる術があるから、それを配る、飲んでもらうっていうことがあります。大人の人は錠剤を飲んでもらいます、大人は2錠、子供は1錠なんですけど、ちっちゃいお子さんはこれ錠剤が飲めないので水薬にして飲んでもらいます。で、水薬は錠剤はこの形で私たち備蓄してるんですけど、水薬は水薬のまんま備蓄してるんじゃなくて、粉末状のものを市民病院と上町病院で水薬に変えて、その水薬をこういうところに保健所の職員が持ってきて飲んでもらうっていうことになります。今は、年齢にかかわらず飲む必要があるときには飲んだ方がいいっていうふうに言われています。なので今までは私たちは40歳までの人口分これを備蓄してたんですけど、今は全市民分40万人分これを備蓄するようになりました。で薬なんで、3年だけ、有効期間というか賞味期限というか3年で買い替えるんですけど、40万人分でおよそ800万ぐらいを3年に1回ずつ買い替えるんです。地震に備えた食料もそうなんですけど、食料備蓄もしています。で食料も5年なりで買い替えていくんですけど、私たちの仕事ってこういうことを送って、この今買っているものがそのまま役に立たないで期限切れを迎えればいいって思ってやってる仕事が結構あるんで、かなり辛いものがあるっていうか、精神的にね、無駄になれって思いながら、準備してることが多いんですけど、やっとけばよかったなって思わない方がいいと思って、こういうのを常に変えたいと思います。空母で何かがあったとしましょう。そしたら原子炉そのものは船の中にあります。で原子炉に異常が起きてるんだから放射性物質が出て、逃げなきゃいけないっていう事態になったんですね。でその原子炉そのものから放射線が出ます。その他に原子炉から放射性物質を含んだ気体が出ます。これをこの世界ではプルームっていうんですけど、まあ気体、空気ですね、放射性物質を含んだ空気が出ます。でこの空気の中に放射性物質があるから、そこの放射性物質からも放射線が出ます。放射線の一番代表的な誰でも知ってるもの X 線があるんですけど、レントゲンの X 線ですね。その X 線はガンマ線の一種と言われてるんですけど、原子炉から直接出てくる放射線と原子炉から出た空気の中に含まれている放射性物質から出る放射線、体に放射線を浴びる可能性はこの2パターンです。でここは原子炉からの放射線は原子炉から船が止まっている位置から離れれば離れるほど安全になっていくんですけど、空気の方はどこまで流れていくか分かんない。原子力災害が起きた時には原子炉から直接出る放射線を体に当てるとそれは良くないし、
原子炉から出た空気の中に含まれているものから出る放射線は危ない。何かあったら建物の中に入るっていうのが、あの原子力災害が起きた瞬間の、基本的な対応です。もっと遠くへ逃げた方が、この空気が来ないとこまで逃げた方が安全なんじゃねえの。その通りなんです。その通りなんだけど、みんなで一斉に逃げ始めたら道路が混んだりなんだりするんで、本当に遠くまで逃げるときには、あの京浜急行に乗ってくださいとか、足の不自由な人のためにバスが来ますから、そのバスに乗って逃げてくださいっていうことをやるんですけど、そのバスが手配できるまでとか外にいたら意味がないので、万が一避難しなきゃいけない時になったとしても、まずは屋内待機をして、どっちの方向へどうやって逃げるかっていうのが決まるまで屋内待機をするっていうことになります。放射能の影響を受けることを被爆というんですけど、被爆は大きく2つに分かれます。で、1つはこれが分かりやすいんですけど、放射性物質が外にあって、放射性物質が外にあって、そこから出す放射線が体を突き抜ける、これを外部被爆という。レントゲンがこれです。人体が外部から放射線を受けることを外部被爆という。このような外部被爆をもたらす放射線はガンマ線、カトエクス線、中性子線などです。なんですが、だからこれが、ここが原子炉かもしれないし、さっき言った、空気中に拡散されたもの、そこから出る放射線を浴びることを外部被爆というんですが、この放射性物質が空気にふよふよ浮いている、こうやって空気の中にあると、私たちどうしたって息しなきゃいけないですから、呼吸をしたら体の中に入ってきちゃう。空気を吸うことで、あとは物を食べる、放射性物質がくっついてるものを食べたり、放射性物質が入っている水を飲んだりして、それが体の中に入って、体の中に放射性物質があって、それぞれ悪さをすることを内部被曝する。で、さっきやった安定用素材を飲んで防ぐ、この甲状腺のうんたらかんたらっていうのは、この内部被曝の一番代表的なものです。NHK だろうと民放だろうとテロップを流してくれると思ってます。で、私たちは、あの防災行政無線、大雨警報が出ましたとか、あの鳴らしてますけど、やっぱり聞き取れないので、聞き取れねえよっていうお叱りのお電話をいただくと、まあ、まずは無線が鳴ったらテレビつけてくださいってお願いしてるんです。なんか異常があったらテレビでも同じこと言ってるから。で、あと最近はテレビだとデータ放送 D ボタンを押すと文字放送でこういうことが起きてます、大雨警報出てますとか分かるようになるんで、まあそういうことですね。で、私たちが能動的にできる一番は、今日は訓練なんで消防の候補者1台だけでやりましたけど、あの警察のパトカーにもスピーカーついてますし、本庁で持ってる車、地域だったら行政センターの車にもスピーカーがついてるんで、あの基本的には巡回広報をするということを考えています。答えを言うとあんまりない。ないですか。あのどれだけ被爆しちゃったかっていうのを、あの調べる方法は厳密に言うとないんです。体の中にどんだけ取り込んだかっていうのならば、あのホールボディカウンターっていう、あの内部被曝どれだけしたかを測る専用の機械っていうのがあるんですけど、あの外部で外からどれだけ放射線を浴びちゃったかっていうのはもう推測しかできないんです。あとは不安を解消する、もしくは健康被害が本当になるかどうかはフォローの検査っていうか検診をしていくしかない。
横須賀市だけだと、6台GM 版は、ちょっとあったりする、GM 版はうちは2台じゃないですか、全部借りたりなんかすると 6台ぐらい、はい、で、少ねえじゃんって思いますよ、私も。だけど全国のルールでこれがあった時にこっからここへ空輸するとかっていう風に決まってるんです。本当かよって思わなくはないんだけど、思わなくはないんだけど、そうです。で、あと、横須賀市内には久里浜に JNFJ っていう核燃料加工工場があって、あそこも持ってて、いざとなったらそこから借りるとかそういう手段を、使うことになってるんですけど、おっしゃる通りそれで平気なのっていうぐらいの台数しかないっていうのが現状。じゃあ栗浜地区に JNFJ という核燃料加工工場があります。私たちもこれ商売でやってるからすごく知ってるんですけど、あんまり横須賀市民知らないんですけど、日本に原発の燃料を作ってる工場って2個しかないんです。2個しかないうちの1個が横須賀にあるんです。だから栗浜にあるんですけど、で、ウラン粉末、小豆のような形をしてるんですけど、それを焼き固めてこういう時々テレビで見る核燃料棒っていうのを作ってる工場なんですけど、ウランの粉末は鉛より重いって言われてるので、それが、爆発とか工場で爆発があって、粉末が外へ飛び出したとしても最大500メートルぐらい、半径500メートルぐらいしか飛ばないだろうと言われているので、ご質問の最悪の事態は、私たちは核燃料加工工場が何かの関係で爆発をしてその辺にあるウラン粉末が一気に外へ飛び出るが最悪だと思ってるんですけど、その影響の範囲は500メートル程度で、片や原子力空母の方は正直最悪が何かが分かんないでね、国の方で今まさに検討してもらってるんですけど、福島第一のような事故があった時にその原子力空母が同じような状態になったら横須賀市はどんな避難をすればいいのかっていうマニュアルが決まってるんですけど、そのマニュアルは平成16年に作ったまんま改定されてなくって、で今本当に現在進行形で国の方が福島第一の事故を踏まえたら、どういうマニュアルであるべきなのかっていうのを検討している最中なので、今日の答えは私たちも正直分かんないんですっていうので勘弁をしてください。で、でもっと広範囲に、いろんな広報や訓練をやっていかなきゃいけないんじゃないかっていうのはおっしゃる通りなんですけど、私が言うのもなんかなんなんですけど、市役所が言うことってなかなか皆さんに伝わりづらいっていうね。で、私たちは一生懸命やってるつもりなんだけど、それはやってるつもりなだけで、あ、そうなんだ、報道ご夫妻に書いてあったんだとか、なので私この仕事もう10年やってるんですけど、10年やってる一番の経験はこういう集まりが一番皆さんに分かっていただけるで、会長が分かってくれれば町内会の人の何人かは会長がこう言ってんだから私もそれで分かったとか、なるべくこれで伝播してってくれるといいなと思ってるのと、とにかく自分も含めてなんですけど、何か知ろう、分かろうって思うとみんな理解できるんですけど、特段興味ねえやって思ってることはいろいろこっちが、まあこっちっていうかいろんな人がパンフレットとか配っても、あ、そうなんだって言ってちょっと話が流れてってしまいがちなので、やっぱり私たちとしてはこういうなんか草の根っぽい小規模な訓練をずっと積み重ねてってっていうのが一番いいかなというふうに思っています。
今あの日本ではですね、原子力が寄港できるのは3つしかございません。1つはこの横須賀港ですね。それからもう1つは、長崎県の佐世保、それから沖縄ですね。この3カ所のみ原子力が寄港するというのが認められております。で、これあの横須賀にこう上から見つつで、ここにあのおそらく指令写真同時写真撮ったんですけれども、モニタリングセンターというのはこの横須賀 JR の横須賀駅ですね、ちょうどここがあの海事の総監部にあるんですので、総監部の入り口のところにここにあのモニタリングセンターがございます。その辺の話はやっぱりあの米軍が安全対策を一元的には担うということと、あのそれに対するその日本としてもあのやっぱり本当に安全ですかという確認はあの日本の政府である外務省が確認をして、それであの、原子力艦の入港というものが決まっているので、あのその辺についてはですね、あの、政府の方で確認をしているということしかちょっと言えない。船こそが有名な原子力空母ロナルド・レーガンという船になります。実はこの船今日初めて横須賀本港に入ってきたんです。今日の朝入港してきました。実は以前までは7年間原子力空母ジョージ・ワシントンという船が横須賀に配備されておりましたが、今年の秋をもちこのロナルド・レーガンに交代したんです。そして初めて帰ってきました。